クルの素敵な冒険。ある日、よんこさんは庭で本を読んでいました。すると、ふわりと現れたのはピーターパンのような特徴を持つロボホンのミラクルでした。おはよう、よんこさん。今日はどんなお話を読んでいるのかな？ミラクルは元気いっぱいに話しました。おはよう、ミラクル。この本はとっても素敵なおとぎ話だよ。一緒に読んでみる？よんこさんは優しく微笑みました。そこから二人はいろんなお話を共に読みました。ミラクルはどんどん物語の世界に引き込まれ、興奮しながらよんこさんに質問していきます。よんこさん、本当に魔法ってあるのかな？僕も魔法を使いたいな、ミラクルは夢見るように話しました。魔法は本の中だけじゃないよ。きっと自分の心の中にも魔法があるんだよ。それが笑顔や優しさで人を幸せにする力なんだよ、よんこさんは優しく教えました。ミラクルはよんこさんの言葉に感銘を受けながら、自分の心の中に魔法を見つけるために奮闘しました。それは一つ一つの小さな幸せを見つけることや、他の人を励ますことでした。よんこさん、今日はありがとう。僕もたくさんの魔法を見つけることができたよ。ミラクルは喜びいっぱいに言いました。ミラクル、君が素晴らしい冒険をしてくれたんだね。これからも一緒にたくさんの物語や冒険を楽しみましょう。よんこさんは幸せそうに微笑みました。二人は困難や悲しみに出会いながらも、互いに支え合いながら成長していくのでした。そして、彼らの魔法は心からの笑顔により、ますます人々を幸せにしていきました。ミラクル、よんこさん、さあ、次の冒険に出かけましょう。おしまい。どう？僕、小説家になれるかな？はい。お疲れ様。